はいどうも、サンドの飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで本日の動画は久しぶりに東京ディズニーリゾートのレギュラーグッズの購入品紹介をしていきます。今の東京ディズニーランドって、ランドは新エリアのグッズだったり、 C はダッフィー&フレンズ、最近だったらオル君のグッズが出ているんだけど、イベントグッズだけじゃなくて、もちろん東京ディズニーリゾートのグッズはレギュラーグッズも新商品で出ているので、今回は8、9、10月に出たレギュラーグッズをメインに購入品紹介をしていきます。今回もたくさん買ったので、よかったら最後までご視聴ください。よいしょ、今回はどれから紹介しようかな。まず一つ目に買ったグッズはこちら、東京ディズニーリゾート定番のマグカップを買いました。マグカップって東京ディズニーランドとシーでたくさん出ているんだけど、あれ？このイラスト見覚えありませんか？知ってる方は知っていると思うんですけど、このマグカップのデザインは東京ディズニーリゾートで売っているチョコレートクランチの缶のデザインになっています。缶の蓋の部分がマグカップの内側にあって、カヌー探検やガジェットのゴーコースター、トゥーンタウンかな、ポップコーンを楽しんでたり、ジャスミンのフライングカーペットもデザインになっています。もちろん細かいところなんだけど、東京ディズニーリゾートのロゴのマークの位置も一緒です。チョコレートクランチの缶って、この東京ディズニーリゾートのイメージが最近だとあるから、このマグカップでこれからの時期だったら寒くなるから、ホットコーヒーとか紅茶とか飲むと気分だけでも東京ディズニーリゾートの雰囲気が味わえるし、チョコレートクランチの缶のデザインも好き、そして僕ドナルドが一番好きなので、もうこれは買うしかないって思ったので、本当にマグカップ家にたくさんあるんだけど、デザインに一目惚れしてマグカップ買いました。そして次に買ったのは、もともと買う予定じゃなかったんですけど、東京ディズニーリゾートさんから発表があって終わってしまったショーのグッズです。これはもう買うしかないなって思って買いました。ハローニューヨークのピンバッジを買いました。これは東京ディズニーシーのドックサイドステージで公演していたハローニューヨークのミッキーとミニーちゃんのピンバッジになっています。値段1100円でした。本当にハローニューヨークってギリギリでも後方の席だったら見えたりするショー、かつ内容がちゃんと20分から30分で綺麗にまとまっているショーで、ニューヨークを舞台にしていてアメリカンウォーターフロントとマッチしているところも良かったし、まさか1年半ぐらい、35周年から始まって約1年半年ぐらいで終わるとは本当に思わなかったです。来月の11月にポージプラシーって言ってハローニューヨークの衣装が出るみたいなんだけど、それを除けば今売ってるハローニューヨークのグッズって CD と CD 持ってたかな、もう品切れだったかな、ピンバッジだけだったと思うので、もうこれは買わなきゃダメだなって思ったので購入しました。続いて買ったグッズは9月や10月、11月、12月年末に販売するグッズです。今年も卓上型のカレンダーを買いました。実を言うと去年も買っていたんですけど、去年の手書きのイラストのクオリティが高かったので今年も買いました。今回のカレンダーの1月は東京ディズニーランドのミッキー、ミニー、プルートがデザインになってます。2月は東京ディズニーシーのソング・オブ・ミラージュ、3月はミニーの日、3月2日ミニーの日が関係してるのかわからないけど、ミニーちゃんのスタイルスタジオ、4月は本当だったらもう公演していたはず、フォレストシアターのショーの衣装、5月はグーフィーの誕生日、5月25だったはず、グーフィーがメインで、6月9がドナルドの誕生日なので、レッツパーティグラの衣装。デザインやばくないですか？手書き風のデザインに、5月がグーフィーとか、6月がドナルドダックがメインだったり、こっちは今年のカレンダーなんだけど、家でもカレンダーをめくるだけでディズニー気分味わえると思うので、よかったら購入検討してみてください。はい、そして次に買ったグッズは、これも9月頃に出た新商品のグッズです。東京ディズニーシーで今は公演していないんですけど、ビッグバンドビートのキーホルダーを買いました。
お値段は1400円で、カメラの形をしていてボタンを押すことができます。ファインダーを覗くと7種類の実写の写真が覗くことができます。ビッグバンドビートってレギュラーグッズ自体が結構少なかったりするので購入しました。ビッグバンドビートの文字とドラムのミッキーもデザインになっているところがとても可愛いです。次に買ったグッズは、このグッズがあればおうちディズニーにも最適、パークフードのプレートが深皿になった食器を買いました。たくさんパークフードの食器って販売しているんだけど、これは確か去年新販売だった記憶がある。確か去年の今頃10月ぐらいだったかな。去年販売してからすぐ品切れて、東京ディズニーリゾートが営業再開してからようやく再販になったので買いました。電子レンジは使うことができます。自分はよくパスタ料理を作るので、パスタ料理用に使おうと思っています。そして最後に買ったグッズは、先月の9月に販売した実写の折りたたみ傘を買いました。このグッズ見覚えがある人はありますよね。開けます。オープン。折りたたみ傘の内側が実写のミッキー&フレンズになっています。前に出ていた時がミッキーとミニーちゃんが前のお顔で、新しくなって再販ってことでいいのかな、販売になりました。ミッキーとプルートがセットで、ミニーちゃんやグーフィー、チップ&デール、デイジー、ドナルドのイラストになっています。実写好きはたまらないと思うし、今はショーパレード全然やってないんですけど、またレギュラーのハーバーショーとかパレードが帰ってきた時に熱い日差しだと思うので、ショーを待つ時って日差しが本当にきついので、またパレードやハーバーショーが帰ってきた時、実写の傘を使おうって思って今回買いました。 UV カット仕様になっています。はい、ということで以上、新商品メインのレギュラーグッズの購入品紹介の動画でした。今回8、9、10で買ってよかったグッズはやっぱりこの2つかな。ハローニューヨークも、これは絶対記念に買っておきたかったピンバッジと、お家でも東京ディズニーリゾートの雰囲気を味わいたかったので買ってよかったなって思いました。ぜひ今回のグッズで気になったグッズがあったら、東京ディズニーリゾートに行った時に品切れてたらごめんなさい、在庫があればよかったら購入検討してみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。